トベアーティストが送るハワイ七博旅行の舞台裏、写真公開と、岸優太の意外な覚醒エピソード。滝沢秀明氏が設立したエンターテインメントカンパニー、トベに所属するアーティストたちが、ハワイでの七博旅行の舞台裏をファンと共有しました。YouTube 生配信番組、ドゥービーンでのトークでは、三宅県。 北山博光、ナンバー、i イ、イムップがリラックスした雰囲気で冒険と笑いにあふれた経験を明かしました。この記事では、その生配信の内容やハワイ旅行のハイライト、岸シユータの意外な覚醒エピソードに焦点を当てます。ハワイ7泊の冒険。トベのメンバーが25日に行った YouTube 生配信、ルービーン、では、三宅県、北山博光、 ナンバー、アイ、イムップが揃って登場。北山が、このメンバーで先日、実はハワイに行かせていただきました、と報告すると、ファンたちは興奮の声を上げたことでしょう。メンバーたちは、ハワイでの滞在が7泊と長期にわたったことを明かし、その舞台裏を語りました。北山は、ハワイで三宅と初めて同じ車に乗ったエピソードを振り返り、あまり話したことがないので、 緊張しちゃった、と笑いながら話しました。ファンにとっては、普段見られないメンバー同士の交流や、初めての経験が垣間見える貴重な瞬間となったことでしょう。さらに、ナンバーアイの平野仕様は、めちゃくちゃ楽しかったですねから、と笑顔で振り返り、岸優太も、めちゃくちゃご飯食べましたね、とにっこり、ハワイでのリラックスした雰囲気が伝わってきます。 岸優太の意外な覚醒エピソード。生配信の中で北山が岸優太に向けて、岸が最終日の方めっちゃ覚醒してたよねと質問する場面がありました。岸は戸惑いながらも、覚醒してましたっけえと答え、あ確かに、人生変わった出来事がありました。だから一皮に皮むけた自分ではいるつもりです。と述べ、メンバーたちを笑わせました。 死ゆうたの覚醒エピソードが一躍話題となり、ファンたちは興奮と驚きの声を上げています。このエピソードには一体どんな出来事が隠されているのか、ファンたちはますます興味津々となっていることでしょう。イムプへのハワイ初体験。一方で、イムプはハワイが初めてのメンバーが多かったことを明かしました。 特に、TikTok の撮影のために、ビーチで堂々とダンスを披露していたエピソードが紹介され、視聴者はその様子を楽しむことができました。飛べメンバーのハワイでの初めての経験や活動が、ファンにとって新たな魅力となったことでしょう。飛べ、YouTube 生配信番組、t o b e a n トベの YouTube 生配信番組ドゥービーンは23日に公式 SNS で突如予告されファンたちをワクワクさせました。初回配信では所属アーティストがトークだけでなくロケ企画も行いトベメンバーの中睦まじい様子が映されました。ファンたちは12月24日の次回配信を待ち望んでおり、ますます視聴者との交流が深まることでしょう。 トベ、所属アーティストによるハワイ700旅行の生配信は、ファンにとって貴重な瞬間となりました。メンバーたちのリラックスした雰囲気や初めての交流、シユうの覚醒エピソードなどが、視聴者に新たな一面を見せました。ルービー、運の次回配信がますます注目を集めつつあり、トベのアーティストたちとファンの絆が一層深まることでしょう。 ハワイでの冒険は終わりましたが、その興奮と感動はファンの心に残り続けることでしょう。